歴代のカルディアと同じく軽量路線だと思っていたんですが、使ってみたら裏切られました。こんな強靭なカルディアは初めてです。重いジグを使っても何の問題も感じませんでした。そして大物がかかった際もこのカルディア SW は臆することなく攻められます。ローターが軽いので巻き出しがとにかく軽いです。ショアジギングはジグをワンピッチジャークでしゃくったり、ダイビングペンシルを扱ったりと巻いたり止めたりの動作が多いので初動が軽い分とても楽です。またドラグも強化されており、6000番までは最大ドラグが12キロ、8000番以上は15キロもあります。強引なやり取りが必要なシチュエーションでドラグが不用意に滑ることがないので、万全な状態で魚とやり取りができます。またカーボン製の ATD なのでドラグを強く締め込んだ時でも動作がスムーズでとても安心できます。波をかぶるシチュエーションでも安心して使えます。よっしゃ、食った。ついにこのクラスでも安心して大物と戦えるリールが出てきました。この強さと軽快さは価格破壊です。本当に頼もしいです。